シアターアップルは東京都新宿区歌舞伎町にあった劇場である。新宿駒劇場の地下1階にあった。1982年オープン。落とし公演はアメリカンダンスマシンによるジャックであった。名称のアップルはニューヨークの愛称ビッグアップルから名前を取ったという。建築設備監修に舞台美術家のセオカッパ、舞台照明家の吉泉を。 建築家の斉藤義が関わり、設計志向は竹中工務店が担当している。客席入口には、劇場の名称、シアターアップル由来のリンゴの衣装が施されており、ホールの奥の壁には黄金のリンゴが飾られている。当初は映画館やダンスホールも使われていたが、演劇やミュージカル、三重と良子の小泥棒、小坂井くんのおすましで、ー。 加藤時子のほろよいコンサート、観光金シャターを毎年開催。現在は、サンシャイン劇場を使用している、演劇集団キャラメルボックスが同所で公演を行ったことがあった。吉本イン天然素材が連続公演で使用したことでも有名。水野春夫監督のシベリア朝特急の舞台版、シベリア朝特急4も1日のみだが上演された。 新宿駒劇場の閉館とともに2008年12月31日のコンドルズラストワルツで閉館。最終特別公演として持ち込み、飲食、本番中以外撮影自由となった。ありがとうございます。